さあなんかおあつらい向きの場所に出てきたんで、ここに回復ポイントもあるし、おそらくなんかボス戦ありそうだな。行きましょう。特に不安要素もないんで。いたぞ。侵入したのバレてたの？あ、マジか。バレてたんだ。いや、そりゃそうだよな。リベラコート伝ってたら、そりゃそうなるよね。突破するか。またこいつらもか。めんどくせえな。まあいいや、この曲が流れてきただけ許してやろう。こんな雑魚戦相手にも。マジでこの曲好き。はい、ナイスミス。しゃらくせえ、しゃらくせえ。はい、俺の番だな。はい、じゃあこっちも手加減はしない。だって普通にダメージまあまあ高えもん。というわけでクレイジーハント、クレイジーハント。じゃあまずアッシュと一緒にこれでいっか。螺旋劇は全員は入んないから、じゃあこれで。今だ。生意気にも体力はまあまああるんだな。そしてじゃあガンナクロスブレイクでいいよな。うん、ジミニブラストでもいいっちゃいいんだけど、あーでもクイックサイコ。時の結界よ、砕けて。4人連続お前らが行動するのめちゃくちゃ気に入らん。いいぜ。クロノパースト使おうか。ちょっとクレイジーハントもったいないけど。任せろや。よし、アシットブレイジ。さて誰を獲物にしよっかな。ディスペアローも使ってもいいかもしれんね。ちょっと待って、うん、ディスペアロー使おうか。どうしよう。いいもんをくれてやる。ディスペアローじゃない、黒か。ナイス。俺の番だな。さて、うん、アッシュとはそのままで鬼ハヤテ行こっか。さあ、ほらよ。今だ。もらってる。はい、オッケー。ええ、で、このまま。クリティカル発生したまんまの方がまだやりやすいかね。だから、クレイジーハント。クレイジーハント。任せてちょうだい。ヘブンズギフト。さあ誰に来る。はい、ナイス、オッケー。はい、オッケー。ナイス、オッケー。はい、ナイスクリティカル。さーてヘブンズギフトじゃね、ロゼッタアロー行こっか。オーバルギアもいいかなと思ったけど、ロゼッタアローにしよっか。貫け、ロゼッタアロー。おい、もうロゼッタアロー強すぎる。マジで強い。行くぞ。感動だよアリサ、こんなに強くなってくれて。さて5月でいっか。
もうマックスになったし、またクレイジーハント行こうか。打ちのめすぞ、クレイジーハント。マイル、よし、おい、いけい。さあ、崩れた。もらってる。よし、はい、ナイス。バカな、バカな。よし、残り2人、お疲れリー。スッと、はい、ナイス。私の番ね。ね、でクロスブレイクでいいよね。はい、オッケー。私の番ね。オッケー、ナイス。今だ。もうこれで終わりだろ。これで終わりよ。バカな。余裕、めちゃくちゃ余裕。俺の中でこの4人最強。対戦もやるじゃねえか。どういたしまして。悪くねえな。よし、やったわ。やったわ。やったぞ。成長しちゃいました。よし、お前らどけ。呪いにかかってるやつなんぞ興味ないから。え、まだ来る。行く？俺さっき使ったばっかりだけど。おお。なるほどね。あ、もうフリーナ、普段の行いが、日頃の行いが本当にね。マジで言われたい放題。いや、君たちは我らが相手となろう。誰？ちょ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 い、なんでここにいんの。久しぶりです、リンくん。クロウくんも。まさかのエーデルも。後押しするのはあの内戦で君たちが示した生き様だ。今こそ刮目してみよ。それぞれの道で前を向いてひたすら歩んできた我らの後ろ姿を。かっこいいね。ここは引き受けたよ、リン教官たち。うん？文校の子たちと共にここは足止めするわ。いい声してんな、マルガリータ。じゃあね。よそ見すると死ぬぞ。あなた方の相手は我々です。フロラルド家に伝わるし華麗なる宮廷操術、とくと見よ。久々に本気が出せそうですね。ええ、舌を舐めるなって言った。その先が呪いってもう世話ねえわ。サンキュー、無事切り抜けられたけど。あ、もうちょっとあるんだ。もうちょっとあるね、オッケー。引き続き探索していきましょう。はい、それじゃあ奥までやってきました。途中さ、アクティブボイスとか挟んだんだけど、俺そこを録画し損ねてたんで、映せてません。そこ面白い内容だったけど、ちょっとそのあたり気をつけないとだな。普段はちゃんと録画してるんだけどね。
公爵家上官。さて、A 下にバレてたってことは、で、回復ポイントもあったし、多分ね、そうだよね、バレてるよね、当然。憲兵隊か。お久しぶりですね、7組の皆さん。エンゲルス隊、なんか聞いたことあるよ、俺も。やはりさすがですね、ミイラレシ英子隊を超えてたどり着くとは。ミイラレシ英子隊ってことは、君たちはそうじゃないってこと。突破できる可能性はわずか、それでも彼らは必ず現れるでしょう。少佐の言っていた通りですか。まあ前までは味方だったんだけどね、立場が違うとこうも対立してしまうか。そりゃ俺らも一緒だよ。なんでお前らと戦わなきゃいけないの。しかも呪いにかかってないんでしょ。TMP の意地見ていただきましょうか。おお、早えな早えな。終わりです。なんてもんぶっぱすんだよ。あ、でもダメージはそこまでだ。オッケー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 、いいよ、全力でやるってんだったら。打ちのめすぞ、クレイジーハント。行くぞ。クリアとも戦うことになるだろうし、CP はある程度温存する形で戦いましょうか。というわけでメインでああのダメージ稼ぐのはアッシュに任せよう。あーでも勝てる。もらった。いいぜ。硬いわ。シャラクセ。行くわよ。さーてと、なんだ。でクロスブレイクである程度近づきたいね。中心に飛び込もうか。チャンス。もらった。よし。でヘブンズギフト、この2人に。受け取って、みんな。さあこれがどう出るか。させるか。さっきからナイスカバイだね。あーユーナの方向かないか。行くぞ。状態上陥ってしまったし、本当は使わないつもりだったんだけど。よし、で鬼はやって待ってね。誰に向かって、いやそっか、リンたちの方向くな、この野郎。今だ。もらった。オッケー、ナイス。行くわよ。よし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 。でお前らちょっと早いから、でミニブラストで少しでもスピードを下げよう。アンド違う、逃がさない。ファイヤー。崩れた。もらった。オッケー、ナイスコンラン。私の番ね。で多分これ回復だよな。もちろんそんなことやらせないし。任せてちょうだい。
これインがいいか。うん。貫け、ロゼッタアロン。オッケー。今だわ。よし。いいぜ。そしてそうだね、アッシュ。何かバランスダウン入ってくれることを祈って、これいいもんをくれてやろう。ほら崩れたぜ。俺の番だな。どう、何かバランスダウン何かしてるね。オッケーオッケーオッケー、狙い通り。じゃあ鬼はやって、はい、崩れた。もらった。お疲れ。そして足行こう。さあ派手に踊るとしようや。おねんねするにはまだ早いぜ。クンと。いい夢は見られただよ。はい、ナイスダメージ。任せてちょうだい。オッケー。どうしようかな、こっから先は。一応組ませとくか。あ、はいね。いくぞ。あ、入んないな。お、仲間割れですか。よし。言い方悪いね。入んないな。終わりです。任せてちょうだい。入んないな。俺の番だな。もう PP 取っときたいんだけど。行くわよ。あ、回復させてしまった。まあいいや。俺の番だな。シットレジ一応やっとくか。CP 回復させつつの倒していこう。任せてちょうだい。OK、 今だわ。もらった。やりますね。よし。おい、ゼロアースうまく使ったね。俺の番だな。まあ別にいいよ。任せてちょうだい。はい、俺の番だな。任せろや。普通にやってたら絶対倒せないんだよな、ナイトメアだから。行くわよ。これはストライカーでいいか。はい、ナイス。行くぞ。足もそろそろやべえか。はい、ナイス。チャンスよ。もらった。よし、倒した。向かったか。対戦もやるじゃねえか。どういたしまして。よし、
噛んだ。悪くねえな。よし、やったわ。やったわ。やったぞ。ま、こんなもんだろ。成長しちゃいました。すまんな。ミイラレシ、あの A 死体よりもやばいか。呪われてないこいつらの方が。やべえな、どうするかこれ。ならばその誇りと気概、我々が引き受けよう。え、死体突破したのもしかして。あ、違う、パトリックか。まあ、待って、ちょっと待って、行方不明だったはずのフェリス無事でいるんだけど。久しぶりだな、シバルさん。少々雰囲気は変わったようだが、だがきっと無事で戻ってくると信じていたぞ。お兄様たちに聞きましたが、アームブラスト先輩まで。これも女神のお導きかもしれませんわね。言うたってこっちはフェリスに会えるとは思わなかったけど。今はそんなことを話している場合じゃないだろ。今日の前急げ。皇妃殿下とハーシェル先輩はそちらだ。こちらはお任せください。いずれ兄たちも追いつくでしょうから。オッケー。でお前らどっから来たの。また来るか。あー、めんどくせえ。めんどくせえ。あー、ここで鬼神戦やるか。死体の名にかけるんだったら呪われてる場合じゃないし、そんな機体に乗ってる場合でもないと思うけど。え？ああ、そういうこと。いや、もうこういうのバンバン欲しいよ。クロウお帰りの感覚めっちゃさ、もう実感湧いてくるって。アッシュが頭に来てんの面白いな。嬉しい。アッシュだろ。キナ、オルディーネ。おお、やばやば、ちょっと鳥肌立った。やばいやばい、ちょっと待って、思ったより鳥肌立ったぞ。オルディーネ使える。これさ、リーンがサポートに回ったりすんのかね。あ、いねえわ。いねえわ。いなかった。これがいいかな。やっぱこう鬼神戦のこの曲さ、マジで好きなんだよね。あの足をさ助けに行くときに初めて流れたじゃないですか。あん時の曲とさ、あの足が恵まれてる思われてる時のあのシーンがさ、すっごいさ重なって重なってというかさ、
相性が良すぎてこの曲めっちゃ印象に残ってんですよね。マジで好き。腕か。よし、ナイス。あ、弱いぞ。あ、弱っちいな、先に片付けようか。僕の番だな。加速する必要全然ねえな。加速する必要全然ないから、新規発動。行くぜ。よし、ちょっと待って、技はどんなもんだ。あれ、センツの時から変わんないかな。さすがに1回きりじゃ覚えてらんなくて、うん、こっから先に片付けるって決めたし。あー、強いね。いや、そのままで行こう。うい、来た。俺の番だな。うん、そうだよ。崩れたぜ。もらった。痛い。任せてちょうだい。ね、センターライブ、はい、俺の番だな。で、あの、君らの攻撃力アップすげえうざいんで。よし、はい、デッドリークロス、久しぶり見せてくれ。やば、やっぱかっこいいんだよなこの技。よし、ナイス。いいぜ。ナイスナイス。どんどんやっていこう。痛い。ちゃんとやんないと普通に負けるのは確定だね。よし、オッケー。こしゃくな言われても困るので R。さて、もう一回これ新規で良さそうだね。うん、新規でいいわ。新規発動。ぜい。いった。およ。さて、こいつの弱点は知らんな。体いってみようか。あー、避けない、避けるのか。いいぜ。マジお前避けんの厄介すぎだろ。ほら腕、任せてくれ。行くぜ。じゃあ頭ね。そういえばさ、頭が弱点の機体をさ見るたびに思い出すことあって、コメントでね、セドリックがさ死に乗ってあのいきり散らかしてたシーンあったじゃないですか。でその時戦った時に頭が弱点だったんだけど、その時のコメントがさ、頭が弱点イコール頭が弱いって。俺前にもどっかで話したと思うけどさ、あれマジで面白かった。
これ神経使うか。神器発動。よし、畳みかけるぞ。畳みかけるぞ。お前だけですよ。俺の番だな。はい、クリミナルエッジ。お前の攻撃力アップなんか取り消しや取り消し。これもう使えないもんね。じゃあチャージしよっか。チャージする。俺の番だな。一回使おっか。入んないんだよねこれ、残念なことに。任せてちょうだい。さてと、これもチャージだな。チャージするわ。痛いんだぜ。あー、駆動解除も一応あるね。あるけど、駆動解除はアッシュに任せよう。油断で退席しや。ふん。およ。さて弱点がちょっとわかんねえ。さっき頭だったもんな。そう。ダメでした。任せてくれ。素晴らしい。およ。腕は違う、頭も違うはずだから体いこっか。ふぅ、入んなかった。任せてちょうだい。センターライブ。およ。よし。あ、これまた違う技来たか。今度こそ腕。オッケー。いいぜ。さて、今度こそ。はい、ナイス。行くぜ。さあ、強力に見てみようか。リベリオンソード。さあ、どんな技だい、リベリオンソードって。リベリオンソード。これリンを一撃で沈めた技やん。ま、相手が悪かった。悪すぎるよこれ。どんまい、ええしたい。相手が悪すぎるわ。無理無理無理。グフッ。お前がいない間にね、きちんとやり合ってんですよ、お前がいない間に。クレア少佐と、そしてアンゼリかな。最高レベルでやばい女二人。はい、気絶してんだ。懐かしいねここ。当然だけど、出られないね。こっちは、はい、
こっから出たし、そしてこっちは、はい、何があるかも知らないと。というわけで、回復ポイントあるとありがたいんだけど、そんなことなさそうだな。OK、じゃあ一旦ここで切って、次、ここから再開します。一旦セーブして離れますね。